それでは、2021年12月期の連結決算についてご説明申し上げます。2021年度から、それ以前の IT クラウド事業とモバイルネットワーク事業という2つのセグメントでご説明していたものを、流通クラウド事業、官公庁クラウド事業、トラスト事業、それからモバイルネットワーク事業という4つの事業部門についてのセグメントに分割しての説明となっております。それでは、決算ハイライトについてご説明申し上げます。経常利益は当初計画比145%と大幅に上振れ、2期連続で過去最高益達成をいたしました。売上高も当初計画を上回り、中期計画初年度は好スタートとなりました。売上は132億、そのうちの定常収入は66億。経常利益におきましては、流通の計画3.6億が5.6億に、公共の4.4億が5.9億に、それからモバイルは3.2億が3.8億に、それからもう一つトラストがマイナスの1.6億がマイナスの3.4億という大きく投資をした結果のマイナスとなっていますが、結果として経常利益が6.5億から9.5億に大きく伸長をいたしました。まず、決算ハイライトの対前年比というところでご説明を申します。流通分野の牽引で、定常収入は増加し、増収となりました。トラスト分野においては、新サービス取得の投資費用を吸収して増益となりました。2期連続で過去最高益を達成をいたしました。売上は132億、それから定常収入は66億8000万ということでございます。また、売上高も経常利益は9億5800万、対前年比で0.7%増と、こういうふうになっております。これは新サービス取得における研究開発費、いわゆるトラストサートというブロックチェーンの技術を買ってきた、それを研究開発として落としましたので、それを落とした上で、去年を上回る経常利益を出すことができました。各事業部門別に見てまいりますと、流通クラウド事業は定常収入増加と償却費の減少によって利益率が大きく向上をいたしました。官公庁クラウド事業は、防災行政無線のデータ化工事の特需が一服をいたしました。トラスト事業は、新サービスの開発、新サービスの取得、これはブロックチェーンのことですが、大胆な研究開発投資を実施をいたしました。モバイルネットワーク事業は、コロナの影響が弱まり、端末の販売台数がようやく回復をしてまいりました。事業部門別にご説明申し上げます。流通はですね、定常収入が着実に増加し、増収増益、ソフトウェアの償却費が減少し、利益率は大きく向上いたしました。売上高で40億を達成をいたしました。対前年比6.9%です。定常収入も順調に増加をいたしております。で、去年の定常収入、売上、セグメントの利益率が6.3%だったのが、結果として、去年は14.1%という大きく利益率が向上いたしました。これは小売業向けの EDI サービス BX ノアや、棚割りの棚パワーシリーズや、卸向け向けの EDI のクラウド EDI プラットフォーム等のクラウドサービスがですね、順調に進捗した結果であります。流通業界における小売商談の
DX を実現する企業間プラットフォーム、C2 プラットフォームの新機能開発や既存サービスである ARMS 生成のリニューアル等の開発にかかる研究開発投資を去年は実施をさせていただきました。ソフトウェアの焼却が減少し、増益となり、利益率は大幅に向上という形になりました。続きまして、官公庁事業の方です。防災行政無線のデータ化工事等の特需終了の反動により、減収減益となっております。売上高は去年を少し下回った61億5300万、61億ということであります。経常利益の方は去年と比べて、上期はその官公庁年度、防災行政無線の最終年度の官公庁年度の1、3月が含まれておりますので、それなりに大きく頑張りました。下期もそれなりに頑張ってですね、いったんですが、それほど大きくという形でなく、平常年に戻りつつあると、こういう環境下にあります。医療分野等の実際の事業の方をお話しますと、医療情報分野をいわゆる大型のシステム更新案件があったものの、防災行政無線のデジタル化工事やギガスクールの関連案件などがの特需が第1四半期でおおむね終了したということで、減収減益となっています。それから防災情報マルチメディア配信サービスのリリースに向けた取り組みや、公務クラウドサービスの新規受注獲得などに加えて、今後の成長に向けた領域拡大に注力をいたしました。防災新規サービスとして、防災情報マルチメディア配信サービス、オープンリンクフォーマッチアップの実験を実施いたしました。当初は防災行政無線は非常に県内でも強くですが、これをベースにですね、和歌山県の広川町と4月から実証実験を実施してまいりました。同年、去年の12月に完了し、これまでの防災行政無線放送のみで配信されていました防災情報をですね、メールや SNS と複数のメディアで情報を配信するサービス、これを自社のサービスとして作っておりまして、これを全国向けに販売していこうとしております。それにもう一つ新しいサービスとして、ウェブ窓口サービスの開発をスタートしました。これは行政における窓口業務等電子申請の調書を持つ新たなオンライン行政手続きサービスをというもので、それを開発をいたしてまいりました。それでは3番目の、今年いわゆる2021年度からスタートいたしました第3のトラスト事業についてお話を申し上げます。事業化の加速を狙い、新サービスの開発や新しい事業の取得を実施いたします。タイムスタンプ対応ワークフローをつなぐの導入により増収となりました。マイナンバーカードをベースとした新たなトラストサービスの開発に加え、新サービスの取得するなど、大幅な研究開発投資を実行し、事業化を加速いたしました。この中には、大きなトピックスとして、エスクローエージェントジャパンと、それから野村不動産ソリューションズと、不動産取引のデジタル化で共同研究開発を進めております。新たに野村不動産ソリューションズが参画をいたしました。これは2020年の今年の4月のその実施に向けて、共同研究開発が順調に進捗をしたいたしております。それから新サービス取得として1億2000万のものを購入してきたんですが、それをもう研究開発費として処理をいたしました。これはブロックチェーン証明書というものを取得してまいりました。
これは我々がそのトラストという中にブロックチェーンも大きな役割を果たすんではないか、そういう局面がどうしても必要として出てくるんではないかということで、ブロックチェーン証明書というのを、我々はそういうサービスを提供しておりましたクラウドサーツという事業を購入してまいりました。まあ、そういう面ではこれから大きなトラスト事業の一翼を担うサービスになっていくものと確信しております。モバイルネットワーク事業の方についてお話を申し上げます。コロナが収まりというんですが、少し弱くなって端末販売台数は回復をして増収増益となりました。緊急事態を宣言を受けて2020年4月から5月にかけた営業時間短縮等の行われた2020年度に比べて21年度はそれらもなく回復をし、上期の売上は回復しという形で売上そのものは回復をしました。しかし利益の方はですね、下半期に入りますと世界的な半導体不足というふうな環境もあって端末の在庫不足等により売上も苦戦をいたしましたし、利益も大きく苦戦をいたしました。2021年10月より低価格プランの OCN モバイル1の店舗での取り扱いが開始されました。まあ、ドコモ事業につきましては、去年はドコモショップの田辺店をリニューアルオープンをさせていただきました。まあ、新しい店舗でお客さんにも来ていただきやすい店舗で、お客様に対応していこうと、こういう形で、店舗のリニューアルをさせていただきました。連結決算上のですね、経営利益の増減要因についてご説明を申し上げます。これは2020年の経常利益に対して、流通部門が収入増で1億5800万、ソフトウェアの償却減で7100万、それから、機種の増減で2100万、合わせて2億5100万流通がこれだけ稼ぎ足しを大きくしました。観光庁は先ほどもご説明いたしましたように、観光庁の防災行政無線等のピークが過ぎたということで3700万のマイナス、トラストが大きな、いわゆるブロックチェーンの投資をしたということで2億7000万のマイナスで、モバイルがプラス3200万ということで、一般の管理部門のプラス3000万を入れて9億5800万という形の着地となりました。まあ、これから見ていただいてお分かりの通り、流通が大きく収益性を改善し、大きく収益性が良くなってきているということをご理解いただきたいと思います。数字の表につきましては、皆さんの手元でご確認をよろしくお願いをいたします。それでは続きまして、2022年度12月期の連結業績見通しについてご説明を申し上げます。通期業績の見通しであります。流通クラウド事業が拡大期に入り、3期連続の増収増益、過去最高益の更新を目指します。売上高は132億ということで 0.2% 増、経常いわゆる定常収入も順調に伸びております。それから、経常利益はですね、初めて10億を突破した10億4600万を予想予定をしております。大きく事業別に見てみますと、流通クラウドは ARMS 等のサービス提供拡大が進み、増収増益の見通しであります。また観光庁クラウドは前期上期までの特需が収束し、減収減益、まあ、通常ベースの方に戻っていくんだということであります。
トラスト事業は前期に獲得したサービスの提供を着実に拡大し、またマイナンバーカードを活用した安全安心、利便性の高いサービスの開発を継続してまいります。モバイルネットワーク事業は厳しい経営環境の中、顧客拡大を見込み、増収を維持するが、NTT ドコモからの支援費の減少等により減益の見通しであります。事業別にご説明申し上げます。まず、流通クラウド事業。定常収入の積み上げが着実に進み、6%の増収です。また、28.9%、約29%の増益であります。利益率は、前期2021年度の14.1%から17.3%まで進捗を、17.1%まで大きく伸ばしてまいります。これは、アップ等のサービスの提供拡大により、定常収入の積み上げ、利益成長が加速。いわゆる定常収入がある一定以上を超えたところからの収益の拡大というモードに入ったと思っております。企業間、今年21年から本格展開をいたします企業間連携プラットフォーム C2PF の商談支援システムが本格展開2021年度からしていくと思われます。それから2023年度、適格請求書インボイスの制度がスタートいたしますし、それから25年のアナログ回線 PSTN の終了と踏まえ、需要がこの23年以降、活性化してくると思われます。官公庁クラウドにおきましては、前期までの特需の反動で減収減益となります。そういう面では特需がなくなり、平常ベースに入ってきてるんだと、こういうことであります。先ほど少し先期の開発の中でもお話ししましたように、全国に展開できる自社サービスを積極的に作っていこうと、こういうふうな中で、活動をしております。需要増が見込まれる行政のデジタル化対応ということを強化をしてまいります。売上高は前期比マイナスの4.9%の58億、それから経常利益は前期比マイナス23.9%の45億というところが計画数値になっております。前期第1四半期までの貢献した防災行政無線デジタル化工事及びギガスクールの関連案件の特需は収束となります。公務クラウドサービスクライネットの導入拡大や統合防災サービスの開発を注力してまいります。防災情報マルチメディア配信サービスオープンリンクフォーマッチアップをリリースを、今年の1月からリリースをいたします。それから新しいウェブ窓口をリリース今年いたします。行政に送る窓口業務と電子申請の調書を持った書かない、待たない、行かないで申請をできる。こういうふうな仕組みで、新しいオンライン行政手続きのサービスを、2020年、今年の5月からリリースをさせていただく予定になっております。そういう面では、自社独自サービス、公務クラウドサービス等に続くですね、自社クラウドサービスを展開していく。こういうふうな段階に、官公庁クラウドは入ってまいります。本当の売上とか利益がついてくるのは2、3年後ということになっていくんではないかと思います。トラスト事業、去年大きく投資した、前期にから2021年からスタートしたサービスの提供の拡大を行い、安心安全で利便性の高いトラストサービスの開発を推進をいたします。売上高は1億5000万ということで、1億を超えた、いわゆる上期、下期に大きく少し事業を伸ばして、1億5000万の売上を作りますし、
経常利益は前期からはかなり減りますが、今年もまだ1億5000万の研究開発投資を行っていきたいと思っています。大きな事業としては EAJ と、それからエスクロエージェントジャパンさんと、それから野村不動産ソリューションズとの不動産取引の決済のデジタル化について共同研究を継続しておりまして、今年の5月の改正宅地建物取引法の施行に合わせて、不動産売買のオンライン取引の実現をスタートさせる予定になっています。前年8月に本格稼働しましたマイナトラスタ電子委任状や、去年の12月に取得しましたブロックチェーン証明書クラウドサースのサービスの拡大に注力をしてまいります。引き続き企業間の契約や官公庁における申請等のデジタル化に貢献すべく、マイナンバーカードを活用した安全で安心で利便性の高いトラストサービスの開発に向け、大胆な投資を継続してまいります。モバイルネットワーク事業についてお話をします。厳しい経営環境が続くか、顧客層拡大に向け取り組みを行い、増収となっております。残念ながら NTT ドコモからの支援費等の減少等により減益となっています。売上がですね、少し上回った30億を計画しております。定常収入はですね、ドコモさんからの継続的な技術者に対する定常的なインセンティ、あの支援が打ち切られまして、1億2000万ほどの定常収入の減を起こしております。売上につきま、経常利益については、マイナス12.3%の3億3500万と、3億強の利益という経常利益を計画しております。世界的な半導体供給不足がまだ続いておりまして、携帯電話端末の入荷に不透明感が伴いますが、昨年10月からドコモショップで低価格ブランドの OCN モバイルワンの取り扱いが開始されたことと踏まえて、顧客層拡大を見込んでおります。NTT ドコモからの支援についてはですね、減少傾向にあります。インセンティブ体系の見直し等に定常収入が減少いたしましたし、インセンティブ全体も小さくなっているために、上期の利益も下期の利益も、下期の利益は特に下期は販売、いわゆる供給不足があったということが回復したという形の計画になっています。引き続き、応対品質等の維持・向上に努め、顧客ロイヤリティを高めていく方向で頑張ってまいります。最後に、コロナウイルス感染症に対する影響について少しだけお話をさせていただきます。当社、官公庁クラウド、いわゆる流通クラウド、官公庁トラストの分野においては、大きな影響は生じておりません。いろんな案件はですね、おおむね順調に推移して、世の中は大きな官公庁なんか特にですね、流通もそうですけど、大きくいわゆるデジタル化という方向に大きく一歩を踏み出してきていると思います。そういう面では、C2PF の企業間連携プラットフォームと言われているものの商談支援、いわゆるそのネット上で商談ができるようなもの、それの記録もちゃんと残りながらというシステム等がですね、業界のプラットフォームとして大きく動いていきそうでありますし、官公庁の方のところもですね、いわゆるこのさあのデジタル化ということを本気にやらないと難しい時代に入ったということで、大きくデジタル化の方向に舵を切った、市場としては大きなプラス方向に働いているんだろうと思っております。
まあ、そういう面では我々はそのオンラインでのいわゆるネット上で仕事をするという形で、そういう面ではオフィス等も見直していくような環境化も強くなってきております。まあ、モバイルネットワーク事業はお客様と対面でしょう、ご接待、応対をしないといけないということで、まあ、そういう面では、そういう、感染等に対する対策を十分に打った上で対応してまいりたいと思っております。数字につきましては、ぜひ見ておいていただけたらと思います。それでは最後に、中期経営計画の進捗状況についてお話をさせていただきます。当社はトランスフォーメーション2025ということで、まあ、業界、顧客、企業ともに DX で生産性向上を図っていこうと、こういうことを大きなテーマで捉えてやっています。大きな数字的なテーマとして、定常収入90億、まあ、2020年比141.4%、定常収入比率を62.5%だということで、これも12.2ポイントパーセントアップ。で、経常利益をですね、16億、これ168.1%、こういう数値目標を掲げて、中期計画を作成いたしております。これの進捗について少しお話をさせていただきます。まず全体で2025年90億、定常収入比率62億という、これが数字なんですが、まず2021年度、定常収入は66億、ちょっと1億下がってます。22年度の計画は71億という68億。これを先ほど言いました、モバイルが定常収入が少し減って1億2000万ほど減った、それが影響をいたしております。売上高は大体計画通りという形の数字の中で推移をいたしております。1番は経常利益の方です。最終目標は経常利益16億、経常利益率11%、これ会社全社です。その中で、16のうち、流通がですね、11億の経常利益、セグメント経常利益率、22%というのが、当社の最終の2025年の目標です。これに対して計画がですね、2021年度6.5億だったのが9.5億でしたと。で、そのうち、流通の部分が3.6億だったのが、2021年5.6億でしたと。22年度計画が、流通7.7億の計画に対して、22年の見通しということで、当社が立てました計画は10.4億。流通セグメントの経常利益率は17.1%。まあ、そういう面で、中期5か年計画の初年度で大きく、経常利益をオーバーしてまいります。そのうちの一番大きいのはやっぱり流通が大きな成長をして、経常利益率、セグメントの経常利益率を大きく上げた。それをさらに今年も2020年度も上げていく。そういう面では、中期の経営計画というのは順調にさらに上回ってですね、計画を上回って推移をしている。その一番の推進役は流通だということがご理解いただけたらありがたいかなと思います。流通はですね、各3つの部門に分けて KPI を出しました。これは職員小売の分野で、で、これはずっと毎年報告を出していきます。ここは去年より0.9億上がって22億になりました。25年の達成が26億ということです。その時の KPI が、店舗数で1288店舗ということで、83店舗の増加となっています。で、これは卸のクラウド EDA プラットフォームという、EDA プラットフォームというところです。これは0.5億増加して8.3億。で、KPI は0.2ポイント増えて、
少量で 8.9 億というところまで来ています。で、去年から新しい仕様になりましたクラウ、これは商談支援を中心とした C2 プラットフォームの分野です。これはまだ 0.3 億ということで、これの本格展開は2020年度、今年からスタートということになります。まあ、そういう面で各々の KPI もこれから大きく伸びてくることになるかと思います。もう少し詳しくご説明をいたします。流通の経常利益はですね、2025年流通分野だけで 11.1 億、経常利益率は 22%、 これが目標であります。まあ、そういう面では2025年の全社の達成に流通が大きく影響するんだということで、流通の売上を見ていきますと、39億の計画してて 40.2 億、売上も大きく伸びていますし、定常収入も順調に伸びております。計画通りになっていますし、利益率がですね、9.1 から 14.1% に21年度は上がっておりますし、22年本年度の計画につきましても、売上、定常利益ともに伸びておりまして、経常利益率が 17.1 という形で、非常に大きく計画を上回って流通が進捗しているんだというところであります。これは下の償却費等の数字です。まあ、償却費等はソフトウェアの償却や、それから原価償却、研究開発等の費用もこういうような形で予定通り大体進んでおりました。まあ、そういう面でおおむね流通クラウド事業においては問題なく計画通りを達成をする、まあかなり上回って達成できるのではないかと、こういうふうに思っております。それではサステナビリティの取り組みについてご説明を申し上げます。まあ、当社コーポレートガバナンスコードに対応した取り組みを実施をしてまいります。まあ、サステナビリティ委員会を設置をいたしましたし、サステナビリティ委員会の基本方針の策定や重要課題についての設定を行いました。それから環境問題に関しては CO2 の削減目標を2030年度は2020年度比の 50% 削減、2050年にカーボンニュートラルをやろうと、こういうふうな設定を行っております。それから社会的な問題に関しては、健康経営優良法人というようなことや、女性のいわゆる中核人材の多様性ということで女性を採用していくと、こういうふうなところのところ、それからガバナンスについたところ等を取り組んでおります。株主還元についてお話を申し上げます。当社は事業成長に向けた投資と継続的なかつタイムリーに行うための必要な内部留保を確保しつつ、経営基本方針、経営計画の推進にあたり、業績向上や収益の向上等に合わせて配当成功及び一株当たりの配当額の引き上げを行ってまいります。まあ、2020年度12月期は1株当たり配当額13円を予定をいたしております。また2021年度去年行いました自己株取得についてご報告だけしておきます。取得状況としまして、取得株数は 19.6 万株、使った費用を、取得にかかった費用は 2.9 億であります。それでは市場再編についての対応ということでご説明を申し上げます。当社はプライム市場を選択し、流通株式時価総額基準の充足に向けた取り組みを頑張っていこうと、こういうことにしております。
中期経営計画の最終年度になる2025年度期末までを計画期間として、新市場区分への上場維持基準、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書を公表いたしております。ぜひ皆見ていただければと思います。当初は流通時価総額、時価総額かける流通株式比率、この数字だけが達成できていないということで、これをどうやって頑張って達成していこうかということであります。今日ルールと説明してまいりましたが、中期計画の キーになります流通クラウド事業というのが、先ほども申し上げましたできました通り、非常に順調に成長をしております。当社の中期計画を上回った成長をしております。そういう面では大きな問題なく、プライム市場を選択した計画、その上場基準に適合するための計画書が順調に達成できるのではないかと確信いたしております。これをもって説明を終わらさせていただきますが、どうもご清聴ありがとうございました。